何飯それ。いや昼飯でしょ。昼の時間じゃねえじゃん。おこちょうだい。いやそれ俺飲んだった。一個だけちょうだい。何ですか。マジコア話だって。おうまそれだ。オッケー。いやちょっとさ、あの伝城先生とさ、うん、会食させていただいてご飯食べたじゃん。はい。その帰りさ実家帰ったのよ。うん、そうだね。それであの日は普通に何その次の日さ、じゃあ怖い話そう、うん、休みにしようと思って、でほらこれね曲聴いて帰ってたの。これでなんかさこう音楽聴いてるとあれだから12時ぐらいだったら帰り、多分11時半とか遅かった、12時とか、うん、でこうやって聴きながら帰ってて、うん、でその時になんか怖い話、霊的な怖さじゃなくて、うん、なんかなんだろう、不審者なのかな、酔っ払いじゃなさそうだったんだけど、うん、こうなんか結構駅から一本道なのよ、その最初。その後曲がったりするんだけど、お前の近く、そう、帰る道がね、うん、歩いて帰ってたの駅から最寄りからね。そうそうそう。で歩いてたらこうなんかもう20メートル、10メートル置きぐらいにさ、ポツポツ人歩いてるみたいな感じだったの。うん、でさ、なんかそういう時のあるあるでさ、イヤホン耳にさ、つけてさ、うん、曲聴きながら歩いてるとさ、夜道ちょっとたまに怖かったりしない？なんか、急に、なんか、だから、向かされる時めっちゃさ、あれだって、音楽あんま聴いてない人の、その、最初のやつだよ、それ。いつかなくなるやつだよ。あ、そう。なんかその、こう、聴いてるとさ、抜かされるときって、おお、人いたみたいな。だから、感覚が単に遮断されてるからでしょ。そう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 。で、その感覚になった、うん、なってたの。で、そのなんか、ああ、なんか嫌だな、みたいな、うん。抜かされたりするの。で、聞いてて、おおって歩いてたら、うん、人の気配を感じる、一緒に。で、抜かされるのかなと思って、ちょっとしばらくこうやってたんだけど、え、なんか感じんの。で、外して、振り向いたの。いないの。おう、いないの、うん、こうやって、パッて振り向こっち向いてこうやって歩いてて、パッて振り向いなくて、うん、で、こうやって見ていなくて、って見たら、ここでしゃがんで、こうやって見てる。いや、怖っ。大人？男の人。何歳ぐらいよ。子供？いや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 。ガチの、普通の人、成人男性が、お前のこと下から見てたっていう。でも俺歩いてたんだよ。いや、怖っ。え、それ、いや、どんな能力、その人。いや、で、こうやって見て、こうやって見たら、やってて、うん、怖っと思って、うん、でもまあ、ね、何も言うことないじゃん。別に悪いことやってないし。うん、まあね。まあ、仕方しようと思って、またこうやって、あれしたら、ぽ、うん、ーっと走ってって、前の人に、同じことやってんの。え、お前見たわけ？そう。やり方を。後ろから見たの。どうやってやんの？だから、バーッと走ってて、いや、俺は抜かしてね、うん、走ってて、そのまあ、背中の後ろらへん来たら、そりゃ、振り返るじゃん。で、この感じで歩いてって、振り返ったらしゃがむ。そしたら、その人はどうなんですか？その人だから、振り向いていなくてよ、うっ、って。それ楽しんでる人。それ楽しいな、確かに。めっちゃ怖くないけど。めっちゃ怖いじゃん、それ。怖い体験。その人からこう前の人全員にそれって出してってやつさ、超怖いな。超怖い人間だったわ俺。でも一個あの伝じろう先生と会話してる時に、うん、ずっと聞きたかったんだけど聞けないことがあって。俺も何があった？幽霊信じてますか？ああそう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 、それね。だってね、まあそうだね、それはだって科学的根拠があって、その光の反射でって、それ言ってほしい。その人が言わないってことは、うん、ありえない状況のやつが一回起きたっていう、そうそうね、実証になるから。超常現象ですらないじゃん、幽霊って、うん、もうなんかそのみんなの感覚のその脳内にいるとしか思えないようなものを、うん、ここで聞くのって失礼なんじゃないかなって思って言えなかったね。もうね、絶対元気さんも気になったと思うな。まあそうだね。でもなんか本当にレベル違う知識量だよね、多分ね、あれって普通の人が考えたらね、うん、世界史とかはもう多分めちゃめちゃ知ってるもんね。もうそれ自慢じゃないけど、うん、伝じろう先生と飯食えるのって超楽しいよね。
いや、あのね、うん、視聴者の方はさ、多分さ、いや、あれすごいよね。科学の授業だと考えた場合、最強の先生なんで、ね、最強の楽しい話を、うん、美味しいご飯食べながら聞くっていう、なんでだろう、あれはすごい時間だね。で、しかもさ、科学の先生ってさ、うん、プリントやらせとけばいいだろうっていう人もたまにいるじゃん、うん、そういう人じゃないじゃん、うん、むしろそういうのをさ一番嫌うというかね、うん、いや、そういうんじゃなくて実験もっとした方がいいでしょっていうさ、うんうん、とかなんかこういうことが面白いんじゃないのっていう、そうそうそう、だからその科学の必要性としてはここなんじゃないのっていうね、そう、知識をその硬い知識を入れるんじゃなくて、こういう背景があるからこれは面白いんだよっていうのを教えてくれる人だからね。でも何とかして聞こう、これ聞きたい、何とかタイミング作って、元気さんに一回話し通す企画案に俺が入れる先で、ああそうだね。